こんにちは、シエルです。今日ですね、防犯のイベントに出演するので、今回こんな感じで警察官の本物の制服をお借りしました。はい、いかがでしょうか。警察官に見えますか。パッと見警察官なんですが、一応私マジシャンとして活動しているので、これからマジックショーをお届けしてきます。それではイベント行ってきます。ラブマジック。先日ようやく警察官になれました。警察官といっても、あの警察の方から、本物のね制服をお借りして、それを着用してマジックショーをねさせていただいたんですけれども、人生で2度目の警察官の制服をお借りできるという、まあ、機会だったんですけれども、2020年の9月、今月ようやくイベントが、まあ、開催されまして、無事に警察官になることができました。前回あの警察の方からあの制服をお借りして、1日警察署長、こちらを務めさせていただいた時にお世話になったのが大宮のね警察署の方だったんですけど、今回は、埼玉県の草加警察署の方にお世話になりまして、まあ、実現することができました。草加警察署の皆様ありがとうございましたね。かなり貴重な経験ですよね。今回は、防犯イベントに出演ということで、草加駅の、まあ、駅前で、まあ、イベントが開催されまして、制服を着用してマジックをね行わせていただきました。何人かの人はね本物の警察官かと思ったかもしれませんが、はい、ただのマジシャンです。あの私自身ね、マジックショーも久しぶりだったので、まあ、いろんな意味で結構ドキドキしてたんですけれども、すごい楽しかったね。やっぱり生のライブいいよねって思ったよね。で、本来はこちらの防犯イベントに関してはマジックショーが6回公演で、各ブロックがね15分ずつのショーだったんですよ。で、まあ、マジシャンが、まあ、入れ替わりだったんですけれども、まあやっぱりイベントというものはですね、いろんなものがね当日ね変わってくるわけですよ。あのまずね時間が押します。で、まあマジックショーも、6回公演だったのがね3回公演に突然変更になりまして、あの一緒に共演したマジシャンからの無茶ぶりで、ネタ数も増え、あの次の演者にね振ろうとしたところね、もう終わりですみたいな指示が入って、もう急遽私がこの全部のイベントをね終わらせる、まあ、締めのね挨拶をするみたいな展開になりまして、これぞイベントですね。予定はこうだけど本番どうなるかわからないっていう、まあ、この展開がすごい面白くてですね、なんか久しぶりにそういうなんかそわそわ感もいいなと思う、そんな経験でした。というわけで、まあ、今回は警察官の衣装を着てね、まあ、マジックショーさせてもらったんですけれども、こちらの写真の青いシャツを着てマジックショーさせてもらったんですね。パフォーマンスはねこちらの、まあ、制服だったんですけれどもね、その後に撮影会をさせていただいて、でその時はね白いシャツにネクタイ締めてジャケットを羽織らせていただいて、なんかこの白シャツもねすごい個人的には気に入ってて、すごい好きで、そうそう、なんかパリッとしてる感じ。2パターンね制服をお借りして、まあ、撮影までねさせてもらったんですけれども、前回もそうだったんですけど、私ねすごい背が小さいんですよ。150センチぐらいで、まあ基本キッズサイズぐらいの、まあ、骨格というか体型なんですね。なのでやっぱりねこのね警察官の方にねお借りした制服も一応小さいの用意してもらってたんですけど、この着させられてる感っていうのかな、その制服に負けてる感、そう、これはねあの前回に引き続き今回もやはりちょっとね大きめな感じでね、そうダボっとしてしまいまして、毛が短いからさ、ちょっとシャツも長めだしさ、こちらの本物の警察の、まあ、制服なんですけども、ほんとねすごい生地がしっかりしてるの、だからシャツとか着るともう背筋ピーンってなって、そう、もう着心地はすごい抜群に良かったです。普段ねピシッとしないけどね、こうピシッとこうほんと背筋が伸びるという感じで、草加警察署の皆様にはね本当にこうやってね制服を用意していただいて本当にありがとうございましたという感謝の気持ちでいっぱいなんですけれども、はい、マジックショーはねすごい楽しかった。まあソーシャルディスタンスを保つということで、椅子がね距離を保ってこう置いてあって、幼稚園生ぐらいのね小さなお友達からあのおじいちゃんおばあちゃんまでね集まっていただいて、すごい楽しくパフォーマンスをさせていただきました。であと私のねもう長年をしてくれている方も駆けつけてね見に来てくださったりとかして、そうかなり久しぶりにお話ができたりとね、すごい嬉しかったです。
お客さんからねすごいパワーをもらうんですよ、マジックショーの時って。なんかマジックショーするたびに本当にありがたいなっていう感謝の気持ちで溢れるんですけども、本当に素敵な機会でした。まあ、私のね YouTube チャンネルでもイベントありますって張り切って出した動画と、延期になりましたっていうちょっと落ち込んでる動画とあったんですけどもね、皆さんにねイベントがちゃんとね開催されるといいですねという応援メッセージもねたくさん受け取っていたので、いろいろと応援してくださった皆さんもありがとうございます。いつもコメントにも救われています。まだやっぱりねガンガンイベントができる状況ではないんですけれども、たくさんの方に見てもらえるように引き続き頑張りたいなと思います。会場設営にあたってもね、周りの警察官の皆さんがパイプ椅子をね毎回除菌してくださったりとか、あとはその防犯イベントの中でもマスクをお配りしていたりとか、あとマスクケースとかも配布があったんですけれども、今回さ初めてさこういうさなんていうのこれ、フェイスガード、フェイスでもないか、この口元にこうやってやる、こうやって引っ掛けて使うこれ、こちらはね私初めて使ったんだけど、これ中西りなちゃんがねくれたの。このここに顎が乗っかるんだけど、マスクよりはやっぱ声が通りやすかったりとかしてて、これするのもさ私にとっては結構さ衝撃というかさ初めてだったりとかしてさ、大丈夫かなと思ってさ、口元が見えるからなんかこういうのもやっぱ使いやすくていいのかなっていう、そう結構勉強になったんですよね。現場に20歳ぐらいの若い警察官の女の子がいたんですけれども、その子たちに教えてもらったのがランクっていうのかな、それによってその制服のデザインが違うんですって。で今回私がお借りしたのってものすごく上の方が着用できる制服らしいんですよ。その警察官の女の子たちに、私たちはこちらの制服は一生着れないかもしれませんみたいなお話を聞いて、ものすごい貴重なの借りてるんだと思って。警察の方からすると、こう見ただけでその人がどれぐらいの、地位の方かみたいなのが分かるらしいんですよ。現場に警察官のお偉いさんがいたんですけど、その人よりも上のランクのものなんだよみたいな話を聞いて、そんなことも知らずにさわー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 さマジックしてたんですけど、すごくいい思い出になりました。シエルの警察官の制服ちょっとでも似合ってるよって思った方は、よかったら高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。さすがにツインテールはいませんって言われたね。ちょっと調子乗ってツインテールで制服着てみましたって感じたんですけど、はい、というわけで次のマジックショーのイベントはいつになるか分かりませんが、引き続き頑張りたいと思います。というわけで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。